はい、どうも皆さん、こんばんは。ミュージックコミュニケーションプロデューサーの新澤範明でございます。はい、今日はトーキングアバジャムの第三十七回目になります。はい、音楽を今から始めてみたいっていう、あなたに送りたい言葉とっていうことでですね。私はあのベーシストでもあるんで、あの、まあ楽器のね、上達とか、ある程度、まあ結構いろいろとあのお話できることも多いかなと思って。 ちょっと今日は、ね、こういうトピックで話しさせてもらおうかなと思います、はいまあ、の楽器をその上達、まあ、したいっていうのはやっぱり皆さんあると思うんですよで楽器を上達させるにはね、まあ、私も,あのもう20年以上あのベースとギターとやってねるんですけど何段階かねやっぱりそのプロセスがあるなっていうのはねやっぱり今の段階になってやっぱり思うんですよねで まあ、その自分自身が今どの段階にいるかっていうのを、まあ、ちょっとこの話聞いてもらってでそのある程度ねそのまあその段階によってはそのある程度やったらええことっていうことに違いが出てくるんですよだからこの段階やったらこれみたいなのがちょっとあるんでまあ、そういうのをちょっと踏まえて、まあ、特にあのもう本当に楽器をもう今から始めたいなと思っている方でもしくはまあこれがまあ、初めてばっかし始めたばっかしであの 本当に何か楽器買いましたさあ何からやろうかみたいなそんな方にね何か聞いてもらえたらええかなと思いますまずまあ第0段階なんですけど、まあ、まあめっちゃ根本的な話なんですけどまずやりたい楽器を持つこと <laughs> まあそうですねまあ最初はね何かその楽器の楽器ごとにそのギターでもベースでもピアノでも何でもそうなんですけど、まあ、具体的には何かそういうあの細かい性能とかはまあ、あの正直もどっ まあどっちでもいいことはないんですけどああそこを別に今の段階でで意識はせんでいいかなって思ってて思ます。まあやっぱ自分自身が書いたいなと思った楽器を買ってみるっていうことからやっぱ全てが始まるんで <laughs> やっぱりね物がないとねあの上達も何もないんで。 でだからまあビジュアルとかその色とか例えばギターでもベースでも何でもねその自分自身のそのあのあ気に入った色とかビジュアルとかあると思うんですよなんかそんな好みでもう決めてしまってええと思います、はい、まあ具体的にはなんかちょっとこ,この楽器やったらこれができへんのかなみたいな問題って結局ある程度上達し,しないとしないことにはそ見えてけえへん問題なんでだから今はもう でそのなんかビジュアルとか色とかそんなんでも決めてしまってええと思います。で具体的な機能、初期段階で分からんことの方が多いからっていうことです。でそれが分かるようになってから、なんか次のなんか楽器をあ、今度それができるような楽器っていうのを買い直せばいいわけで。そそれれががどう 人も言い張ると思う、ね、なんかある程度やっぱ最初もうき結構かっちりしたもの買っときたいみたいなねやっぱ方もいらっしゃると思うんでそういう場合は、まあ、ある程度そのここだけはもう絶対譲れへんみたいな、まあ、そういうポイントっていうのはまあ自分自身で見出してあのまああの買ったりとかまあね一緒に分かる人についてきてもらうとかねなんかそういう感じであの買ったらいいかなと思います。なんせもうそ初動が大事です。まず物がないとどうにもならんということで、ね、まず第0段階っていう話をしました。 っていうことですまあ上達も何もないとまず物が必要やってことです。でその楽器を手に入れてその第一段階ですねその楽器でその音を出すこと自体を楽しむっていうのは、ね、これがねもう何よりなんですよね。でこれねあの結構みんなあの軽く見がちなんですけどここに尽きるよなって思うんですよね。うん、なんかあのここがもうほぼ これからててててに関わっっくるなぁと思っててめっちゃ重要な段階やし、あのー、一番まあ大,大事なことやしでこの段階でやっと聞きたいことやなぁと思うんですよね楽器で音自体を出すことを楽しむって。だから最初は当然なんですけどその難しいテクニックとかも当然できるわけないし楽器によってはそのせいぜいなんか音をその綺麗に出せるかどうかっていう問題を思うんですよ。ギターーももベースもあの最初こう ね、指を押さえてそのきれいに音ってなかなかならへんと思うんですよ。ね、管楽器もそうですしまずその音を出すこと自体にめっちゃ苦労するみたいなところがあると思うんですよ。まあピアノはあの叩けば誰でも音は出せるんですけどその弾きこなすのがねまた別問題やっていう話ですね。とていうことでまずその音を出すこと自体そういう難しいテクニックとかもねやっぱり最初は当然できへんわけでだからまさに楽器によってそうやって音もせいぜい 出せるかかどうかみたいなだからこそもうひたすらもうそのかった楽器を触ってみて実際やってみてでどこをどうすればどういう感じの音が出るんかみたいなとにかくもういろいろとしらみつぶしにいろいろ試しててほしいんですよ。ギターとかベースでもほんまそうなんですけどあのどうやったら音を変えれるんかとかねなんかもうそういうことを探り探りでんか探り探りで あのいろいろ試してみるっていうことですねもうこれってめっちゃ大事やなと思っててだからこの段階では別にねその正解とかあのぶっちゃけもうあの二の次なんですよあの楽しみながらその最適解を出すっていうことがめっちゃ肝心で、まあ、言うてしもたらあの始めたての頃ってあの、まあ、ドラクエとかと何でもそうですけどあのレベルが低い時やったらもうポンポンレベル上がっていくわけですよ最初はね。 何やっても上達すするんですだからそういう段階やから,だから例えばあのほんま「銅」と「レの2つの音だけでも出せるようになったら例えばそれだけでいろいろとその自分でフレーズを吹いてみるとか弾いてみるとかやるだけでも実はえいんですまあドラムはねしゃあないですけどそんな感じでねなんかもうほとんどの人ってあのまあまあなんかそ,そういうなんか単純なところからでもできるだけでもだいぶ違うんですよね。でねそのほとんどの人は あの最初はやっぱりそのなんか自分の,あのお気に入りの曲っていうのをコピーしようとするんですよ。まあでも別にそれがあかんって言うてるわけじゃないしあのそれはやっぱりモチベーション音楽を続けるモチベーションにもなるんでそれは全然やってもらいたいしやってもらったらいいと思うんですけどただあのそこだけにフォーカスして持てるとその大体の場合その曲のコピー自体がめっちゃハードル高い場合が多いんですよ。 結構あ特に最近の曲なんかは割とその曲自体複雑やったりとかするからあの全然その自分のレベルに見合ってへんような、ね、ことになりがちやったりするんで、あのー、挫折しやすいんですよ、ね、そうなるとだからそれがあの、まあ、挫折しやすいっていうのが一番の理由なんですよだからまあ,あの挫折せん程度にだから今日はちょっとここのこの部分だけとみ,みたいな感じでそのできることからやっていけばいいですよ。それはいいと思います。 だからあの挫折してもだもったいないっていう話なんでねあの私自体のそこですあの別にやるなって言ってるわけじゃないですここはちょっとあの勘違いしないでくださいっていうことでで、まあ、言うてしもうたら別にねその自分のお気に入りの曲の,あのコピーとか後からいくらでもできるんですよ <laughs> いくらでも挑戦できるんで,で持っていたら、まあ、それ以外のいろんな曲とかでもできるようになるぐらいお釣りが来ると思うんでちゃんとあの何ていうか楽しみながらやってたらね だから初期段階でむしろ一番念頭に置いてほしいことっていうのがあってそれはもう簡単な条件でいいからできるだけその,合奏っていうのをあのやってもらいたいたんですよまあね今ちょっとこのこんな状況なんでそのみんなで集まってっていうのは結構難しいと思うんですけど今やったら私のあのねあの音楽のコミュニティとかでもそのオンラインでそのジャムセッションって言ってねその即興で。 あのほんまにめちゃ簡単な条件で例えばドードレ徳の2つの音だけでみたいな感じでそのみんなで合奏するみたいなねそういうことも今やってるんですけどねだからそういう感じでその環境っていうのはあるんであのまたそれはねまだご興味の方また私に聞いてもらったらいいんですけどあのそういう感じでその簡単な条件でいてできるだけ合奏っていう形でねやってみてほしいんですよ。それねあのめっっちゃ意味があって あの自分が出す音も,もうそうやし自分,の音出す自分の出す音だけじゃなくてその相手とかその周囲の音と自分の音がどう合わさって聞こえてるかっていうのをあのやっぱりこの段階から結構意識別にあそれができ,できなくてもいいんですよ最初はできなくてもいいんですけどでも自分自身の音だけにフォーカスしがちなんで人間って余計。だから こそその自分の音プラスその周りの音他の,あの演奏されている方の音がどういう風に合わさって全体的な音になっているかっていう意識はあの持っといてほしいんですよ。まあ、それができるかどうか別にできなくてもいいんで最初は。ただ、そ,そこをみんな聞いてんねんっていうね意識は持っといてほしいなと思うんですよね。ね、うん、もちろん今できることだけでいいです。であとは あのー、まあまあ今これもほんまに今できることだけでいいんでその失敗してもあの演奏を止めんと続けるっていうことをね結構意識してほしいですね。あのあやばい今のフレーズ間違えたって言うてその弾き直すとかねあのただやっぱ音楽ってそのある一定の,そのテンポ速さでこうずっと続いてるもんなんでだからそこで止めてもうたらそこで曲が止まってしまう。 ってていううのがあるんですよどうしてもそやから結構なんか間違えたって言ってそこで音止めがちなんですけどいや間違えてもいいんでその間違えてもまたその次入れるところからまた続けるみたいなやっぱそういう癖を是非つけておいてほしいんですよね。意外とねあのこれ意識できてない人多いしで実際それはあの決していい結果にはつながらないんで。 なるべくだからそうやって失敗しても止めない。だから失敗したらあかんっていうなんかあのそこまであの重なんかそれを重くあの受け止めないでもええかなと思うんですよね。うん。むしろなんかその失敗した時にどうやってリカバーするかっていうことの方が100倍大事なんで、ね。それはねめっちゃ思いますね。だからこれだけでもや、まあ、その初期段階で意識してやるだけでもねその音楽の一番大事な 部分の土台っってねしっかり出来上がると思います、うん、あの今自分自身の立場になって余計思いますねそれはね、まあ、だから今ちょっとねそういう話をしてますで第2段階でここがね結構いいポイントなんですけどすぐにその答えっていうのをね求めんと自分で試行錯誤っていうのをやってもらいたいんですよねこれはあの演奏すればするほどなんですけど あの大なり小なり、やっぱりいろんな問題とか課題が出てくるんですよ。まあ、それは何でもそうやと思うんですけど、で大事なのはその問題とか課題が出てきてで出てこないことではなくて、その課題って絶対出てくるんですよ。問題も出てくるんですよ。で、それらとどうやって向き合うかってことの方が大事なんですよね。うん、で、それそのそれ次第で本当にあのこっからどういう感じで上達していくかっていうかもう。もあの効率とか上達速度がもう明らか変わるんですよね。うん だから今はその検索とか、ね、あの動画とかでねやっぱりある程度のことってその検索できて答えが簡単に見つかってまうんですよ。まあ、それ自体はアカんンとは言ってるわけじゃないんですけどただその癖がついてしまうとその自分でその問題に向き合ってその解決していくための工夫やったりとか問題解決能力やったりとか,なんかその仮説を立てる力っていうのがいつまでたっても育てへんのですよ。 だからその問題解決力がないままあのやっていくからその応用力も実践力も何も身につかへんみたいなね、うん、結構万年初心者みたいな人はこのパターンにはまってる場合が大体多いですねじゃあそうなんかその最短で行こうとしてんねんけどあの結果的にあのなんやろ得られるものが少なかったから結局何も身についてへんみたいなねでなんやったら人間って忘れるんであのそれでまたその忘れるたびにゼロからやり直しみたいなね一番その効率よい 的ににもよろししくなないいい感じっってしまってまることが多いです、ねうん、だから本当には、ね、一見最短距離いってるように見えるんですけど後々とこれ大きくつまずく可能性っていうのはねあの高いんですよ。せやからじゃあどうしたらいいかっていうとその問題とか課題が発生したらまずはそのやっぱり自分の頭での頭フル回転さしていろいろやっぱりやってみて実験して試行錯誤してでそれでいろいろ考えて。 であのそこでもね、やっぱり答,答えを出そうとするんですけども、答え出せんでもいいんですよ、極端な話。もうどうしてもあかんと思ったら答え見たらいいんですよ。<laughs> うん、そうすただ、その答えを見る前に、自分の中であの答えを持っといてくださいってことなんですよね。で、その段階でベストを尽くした最適解っていうのかな。だからそういうのを持っといてほしいなっていうことなんです。で、それをできるかできへんかだけでも、 やっぱりその問題とか課題の解決につながることはもちろんやしその過程であのそれ以上に予算あのいいことが得られるんで多くのものが得られるんですよこれってで結構一見ねその成長速度が遅いように見えるんですけどある一点超えたらやっぱりそういう応用力とかがどんどん蓄積されていくからあの結局爆発的にあのどっかのタイミングで成長するってことになりやすいんですよねそれがどの段階か当然わからないですけど本当にその人次第ですけど。 あのそうだけやっぱり後,後半なんかそういうあの爆発力が違ってくるのはこの辺のポイントなんかなっていうのを思います。なんでああのまあ、もっと根本的な話なんですけどそういう無我夢中になれるっていう状態にするためにもそのさっき話した第0段階第1段階で何よりもやっぱその演奏自体が楽しいっていうふうに自分の中でやっぱりあの。 もそういうメンタルを持てるっていうか、まあ、そういう体験かなそういうのがものすごい大事なんですよ。でねここで言う楽しいってどういうことかっていうとこれは別に気楽ななってていいう意味では決してないんですよまあまあ,あのそういう、ね、あのフランクな感じでいいとは思うんですけどで、ね、ここで言う楽しいってどういうことかっていうとその誰からあ例えばいや人からやりなさいとか言われることない。 ことなんですけどまあそういうこと言われんでも自分からその次の課題とか問題に向かってその立ち向かっていってほんであの自分からレベルアップしていこうってすることやと思うんですよ。要はその今までできへんかったことができるようになることっていうのがその楽しいってことちゃうかなと思うんですけどでこれってねあの実はやっぱ楽器の上達 のために一番必要なことちゃうかやって思うんですよ。でもちろんそうそうやしでそのためにもねやっぱりその自分の音だけじゃなくてあくまでもその自分プラス周りのその奏者全体の音っていうのが合わさったもんが音楽やっていう認識をやっぱりこの初動のもうできれば本当初動の段階で,でそうじゃなくてもどっかの段階で。 やっぱそれにあやっぱそうやな自分の出音が良くてもあの、まあ、その周りの音と合わさっての音楽やなっていうことに気づけるっていうことが実はあの私はそのいわゆる音楽的センスって呼ばれるものその一つなんちゃうかなっていうのはねちょっと個人的には思うんですよ。まあまあこれはねいろんな見方があると思うしあのね他の違う意見も要さんあると思うんですけど、まあ、結構これはいい音楽っていうのをこう て行こう行こうっていう上でまあ、結構一つの大重要な要素かなと思いますはい。まあ以上ですなんかねまあそんな感じでちょっとまあ要は楽しくあのいろいろがむしゃらにあの無我夢中に音楽やってみたらいいと思いますよっていう話ですはい。またね何かあのためになる話をできたらと思います今日はありがとうございました